ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。今日はこちら、カーシー博士のセルフヘルプ術、はい、最近はずっと相性編っていうのをやってるんですけど、今日は、隊長のタイプ、はい、INFP と ESTJ の紹介、はい、INFP 修道士と、はい、ESTJ 行政官とあるんですけども、INFP は堅実で信頼できる人を求めるとあります、INFP 修道士は、配偶者を探す際に、他のタイプに比べて問題にぶつかることが多いと。このタイプは、アメリカ合衆国、まあアメリカ党なので、アメリカでは 1.25% しかいない、INFP 型が、はい、このINFP 型の抱える問題は、その基本的な人生観にあると、彼ら、はい、隊長は、はい、人生とは非常に真剣に扱わなくてはならないものだ、と思っている、ということは、もし人生を、例えば改革運動に捧げた場合、その配偶者には大きな負担がかかることになる。体調もそうですよね。この経営なんていう危なっかしいことをされてる、で、あるいはこの修道士的な隠遁生活を求めた場合も、やはりその配偶者には隠遁者を薄暗い瞑想の洞窟から引きずり出そうとして苦労するということだと。しかし、この十字軍の修道士の正反対タイプっていうのが、ENTJ 将軍とか、ESTJ 型の行政官、このような苦労に対処できる資質を持っているこの2つのタイプ、この2つのタイプっていうのは、現実世界に極端なほど根付いているタイプと合うっていうことですね、に魅了されるってことですか。そうですね、その辺なんかピンとくるとこあります。ピンとくるかっていうのは、自分が、人とは違うところ、いや現実とかではない感じ、現実ではない感じはあったりしますか。あんまり意識はないですけどね。なるほど、でもそうなんでしょうねっていうところです。ただ、私からすると、どっちかというと、体調から見ても、伝統主義者な感じはすると思うんですね、お堅い、頭が硬い、ディスってますか。感じはすると思うんですけど、その感覚は全くないですもんね。その感覚はないです、っていうところかもしれません、現実的かどうかっていうのは。体制側、体制を守るべきなのか、要は壊すとも思ってない、理想があるんじゃないかな、っていうところですかね、で、なんでその反対側の人たちは、根付いた人たちっていう、例えばこの ENTJ 将軍っていうのは、自分の軍隊を指揮することができて、管理しようとするものがどんなものであれ、堅実で信頼できる形、伝統的な方法で管理することができる、なんで、合わせるって合わせるってことですよね。こちら側の人の世界に合わせて現実的なものにするっていうことができる、だから理想を現実にして、理想を考えて、それを現実にしてくれる、くれるっていうことなんですかね。で、このどちらのタイプも瞑想や改革運動の最中に、自分を見失ってしまうような人物をしっかりと支えることができる、例えば ISTP 型の職人や ESTP 型のプロモーターを選ぶのは、人生という真剣な仕事をやりこなすための賢いやり方ではないだろう、とあります。っていうのが INFP 型の修道士、ではこの対になる ESTJ 型、行政官ですね、を読みますと、制度廃止主義者になぜか惹かれてしまうとあります。体制を守ること、その体制を健全で堅実で保障されたものにすることが、ESTJ 型、行政官にとって楽しみであり、満足感を得る源であると、
しかし不可解にもこの ESTJ 型は制度廃止主義者、例えば ISFP の芸術家に魅力を感じてしまう、その理由は牧歌的なこの例えば芸術家を自分の通りに変えたいからではなく、この自由な人物といることで日頃の責務から一休みできるっていうのを ESTJ の行政官は求めていると。時にはまたお互い補い合える相手として正反対、INFP の修道士が合うだろうと。しかしこのやっぱり INFP が少なすぎる 1.25%、なのであまり多くは見られないっていうふうにあります。またこの ESTJ が INFP から安らぎを見出せるかっていうと疑問が残るとなぜなら INFP はその禁欲主義的な顔の下に取り付く島もないほどの信念に満ちた十字軍兵士の顔も持っているからだね。要は揺るがない、揺るがない、はい、このタイプは ESTJ 型にその関係をもっと意味深いものにするように求めるだろう。しかし ESTJ にとってはそれをどうやって着手するのかがわからない。その関係を安定した健康なものにしようとする ESTJ 型の努力はこの相手からは船舶あるいは意味のないものとして受け止められてしまうかもしれない、ルールだからじゃないんだよみたいな何なんだよって話ですよね、はい、で困らせるって話ですよ、はいはいはい、それって本当にみたいな意味あるの、はい、価値あるの、はい、まあちょっとはい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 って感じですね。わかる気がします。そうなんですよね。やっぱ何に従うのか、まあ、私の場合なんかその法律とか、なんかその体制、世間、ルール、まあ空気わかるじゃんみたいな、そのには OK、OK っていう部分があるんですよ、そのルールは本当に正しいの、はいはい、みたいなことを言い出す、はい、っていうところですよね、一生懸命守ってきたのにみたいなことですよね、はいはいはい、っていうのは分かったりします、でまあいろんな人がいて、おいないなってと思ってるんですけど、っていうことを言うとそれすらも違うって言うんですよ、 言うんですよね本当にそうですかねとかって、で言いがち言いがち、心の中に十字軍がいる、十字軍が INFP、か分かる気がしますねやっぱり、ただおとなしいだけじゃない、おとなしい、はい、どっかに引っ込んでおとなしく神に仕えてるわけではない、わけではない、はい、信念があるっていう、で信念は曲げないっていうところですね、っていうところで、次はまた違うタイプの紹介をしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。